今夜は特別な夜になる。なぜなら相手が特別だから。出場すること自体が高き壁と言われていたワールドカップで、世界の強者どもを相手に堂々のプレーを見せている。しかし今夜の相手は特別、バスケットボール王国アメリカ。スターたちを指揮するのもまたスーパースター。驚愕の連邦がその偉大さを物、アメリカの誇り。 USA will win champion gold medal United States of America。 ホワイトハウスには NBA で優勝した選手たちが招かれ、その功績を称えられる。見届けてやってください。東京オリンピック開催国の意地を、アジアのバスケのプライドを、今日アメリカ相手に見せなくっていつ見せるんだ。日本対アメリカ、解説はまばゆい大舞台に立った者にしか味わえない悔しさ。代表の新しい歴史が今動き出します。まばゆい大ヒントはありません。この立ち上がりです。まばまばはい、先ほどの田中大輝のシュートシーンです。コーナーからの見事なシュート、しかも相手をちゃんと枠に予測して高いアーチのより上に投げ上げる感じのシュートにしたんじゃないでしょうか。そうですね、あの今みたいなですね、やはりエースみんなでですね、竹内翔司がスクリーンに入る。翔司に戻す、一発に出す、ゲージは空いている。ハリスが手を出す。篠山、ああ野々村だ。いいですよ、今積極的でいいですね。こちらも左4丁目決めた。いや積極的ですよ。比江島誠が未来を切り開く。あーっとスティーブ、バカだ比江島だ。バカだ、あーっとあと一歩、あと一歩、惜しい。篠山諦めるな、惜しい。おっとこれリングのスティーブの形、馬場に任せる。走る走る、おーいけ、馬場いけ、馬場いけだよ。今度は諦めるいいですよね、この姿勢、これが日本バスケを切り開きます。B リーグからアメリカ NBA という、またこれ夢をずっと強く持ってきた馬場雄大のプレーです。馬場だ、また馬場だ、いってる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 、シンデレラボールになるんだ、いってるいってる。8分、アメリカのタイムアウトです。それだけですから川地さん、はい、ここまで2連勝をして次の2次ラウンドに進むことが決まっているアメリカなんですが、でもこの日本との戦いというのはこれだけスコアが空いていても全く手を緩めてないという表れだと思うんですが、ここら辺がね、名将と言われるやっぱポポビッチヘッドコーチなんですよね。必ず狙ってますからね、そこはね、パスをね、馬場、なかなか中に入れない日本です。あ、来た、しかし馬場が切れ込んだ。これは手応え、同時代、馬場の脇の下を抜けた。シェーファーの肩に当たった。馬場、馬場、比江島に出すか、自分だ、自分で行く、この気持ち。さて残り1分39秒、何を残すか。日本の戦い、とにかくもう一つ過ぎるか日本、そのまま連続ポイントですね、はいね、はい、慌てない、焦らない。第4クォーター、そしてこのゲーム残り1分になる。クラブリーが入ったろうと関係ないぞ、来た、見事なスリーポイント成功。馬場、そして続いて馬場雄大選手にお話を伺います。お疲れ様でした。お疲れ様です。アメリカと戦ってみて、感触いかがだったでしょうか。そうですね、やっぱりこう最初から、単体単体になってしまって、やっぱりこういう雰囲気に飲まれてしまったなってところがあったので、やっぱりそういった内容がこういった結果になったなと思います。ただご自身、スコアが18得点とチームトップと、この数字どう捉えていらっしゃいますか。そうですね、やっぱりこう対アメリカということで、自分もやっぱりこう結果を意識してやりましたし、アグレッシブにやった結果かなと思います。はい、ご自身もサマーリーグ、アメリカのサマーリーグを経験していろいろ吸収して日本代表に戻ってきたと思いますが、その辺成長した部分、手応えっていうのをやはりこの NBA プレーヤー相手に感じた部分っていうのはありますか。
そうですね、やっぱりこう、まあ、個々のスキルは正直半端ないですけど、やっぱり本当にチーム力だったりっていうところで日本も戦えるっていうところも感じましたし、やっぱり個人としてというよりもやっぱりチームとしてやっぱり本当にこう何か一つきっかけがあれば本当にこのレベルにまで達せると思うので、やっぱり本当に自分たちを見つめ直して一戦一戦やっていきたいと思います。最後にアメリカ代表を向こうに回してダンク決めましたね、あの時の気持ちを教えてください。そうですね、やっぱりこうスティールからダンクっていうのは僕のこうシグニチャームーブなので、それが本当にこういった舞台で披露できてよかったと思います。最後に今後の目標をお願いします。本当に僕たち日本バスケは今が本当に始まったばっかりなので、やっぱり本当にここから一歩ずつ歩んでいきたいですし、この先東京五輪だったり次のオリンピックに向かって進んでいきたいと思います。個人的な目標はやっぱりこういった選手を相手にすることが目標なので、もちろん NBA でプレーすることです。はい、ありがとうございました。馬場雄大選手でした。こちらからは以上です。川内さんからぜひこういう戦い